トゥルトゥルトゥルトゥ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 トはい、どうもこんにちは、古木です。こんにちは、森人の渡部です。今日は来てます、森人が。はい、遊びに来させてもらいました。どうぞよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、とりあえずじゃあ今日は来させていただいたんで、古木さんの音質とかいろいろちょっと見させていただきたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。お願いします。クエスチョンアンサークエスチョン1。これは何ですか？これは何ですか？それは猫の爪研ぎ。ああ、猫は爪研ぎがある。クエスチョン2。結構でかくなりますよね。これから結構でかくなりますよね。これからでかくなりますよね。あれ絶対幅足りないですよね、板の。あれでもでかく、最初から走りすぎても場所取るだけなんで。でかくなくてから、はい、考えて、なんじゃないですかね。裏にこう巻いちゃったらどうなるか。巻いちゃわない方がいいって。クエスチョン3。巻いちゃう前に付け替えた方がいい。巻いちゃう前に付け替えた方がいい。っていうのを考えてると、クライマスの方が、はい、クライマス、もうこうなっちゃうんですよ。ああ。持つ時に持ち上げにくいっていう。これでももう巻いてますもんね。完全に巻いてます。下の方は諦めてますから。巻いたのを一回また付け替えてってできるんですか？できないことはない。でも傷つけちゃうのは変わんない。軽い、こんぐらいの大きさなんですよ。結構室内やったら結構時間かかりますよね。冬場は1ヶ月に1回しかやらないです。楽じゃないですか。クエスチョン4。バケツにシャワーって、確かにそうですね。これもバケツにシャワーって言ってましたね。バケツ入らないんで、シャワーですね。シャワー、このレベルは。これ水吸うとめっちゃ重いです。いやですよね、これは相当重そうですよね。これシャワーで上げて水切れるの結構時間かかりますね。一晩放置。一晩放置。ああ、そうなりますよね。冬のお風呂場って結構寒くなるから、はい、それだけちょっと気をつけた方がいい。ああ、なるほど。だからもうどこの部屋にも一回温度計を置いて、最低気温と最高気温をもう自分でね、把握しておく必要がある。なるほどね。だから枯れちゃう人ってそういうのを多分ね、自分でやってないんじゃないかな。クエスチョン5。冬場何度ぐらいですか？この部屋って冬場何度ぐらいですか？冬場の部屋。おい。よし。13度が最低気温だった。僕南向きだから結構あったかくて。何でもないし。これだけ大きくなったら大丈夫。なんか温度とか気にしなくても大丈夫そうですね。まあでも13度がギリギリだと思う。ああ、綺麗。本当にジャングルがあるみたい。クエスチョン6。この平べったい魚なんて言うんですか？この平べったい魚なんて言うんですか？平べったい魚？こいつ。あ、それはハチェット。ハチェット。刀の奥深そうだな。セレスト、それ超カラフルしてるから。わあ。カラ。あ、本当だ。カラカラですよ。だけだから。あ、ここからすごいカラカラですね。カラカラ。クエスチョン7。数あった方がいいっすよ。数あった方がいいっすよね。安いから。うん、安いで数が大事っていうのは、結局 LED の方向に葉っぱ伸びちゃう。うん、で照射距離とかも遠くれば遠くにするほど光弱くなるじゃないですか。ガーガー。はい、いいよ。近くすると狭まりますね。そうすると、例えばこれが近いとここにしか当たらない。うん、美覚者ってここだけじゃないから、こっちも伸ばさなきゃいけない。そうですよね。そうなってくると、まんべんなく当てなく、まんべんなく程よい光を強く当てなくちゃいけない。じゃあ LED1 個じゃ足りないよね。そうなってくると、もしかしたらこのアマテラスも、めちゃめちゃ明るいから、上から照らせば下下部分ぐらいは覆えるのかもしれないけど、はい、結局、一人じゃないから、みんな育てるんですよね。アンサー。こんなちっちゃい時から美覚師団教えて、無理やりしてくれるの。一緒に。あ、そうなの。兄貴もずっと
兄貴もずっと運んでくれますから。あ、本当ですか。うちも子供できたらそういう風に育てよう。お祝いに美学者で送りますから。いいなぁ、いいなぁ。ちょっと動画を撮ろうかな。でも結構もういい話を普通に聞いてしまったんで。どうします？どうします？あ、取れ高 OK ですか？取れ高、あ、ちょっとチランジアの話をちょっと最後。あ、そっかそっかそっか。もらって。入ってます？もう回ってるよ。もう回ってる。はい、ということで今日はね、モルジンの渡るさんがうちに来てくれました。なんかね、やっぱりね、彼すごくね、優しかったですね。第一の感想としましては。で、モルジンさんの渡るさん、実は今日来ただけじゃなくて、たくさんね、お土産を持ってきてくれてました。まずね、お土産一つ目、このね、私いつも YouTube のライブ配信の時にお酒をね、浴びているんですけど、そのね、お酒浴びてくださいということでね、このウイスキー、スコッチウイスキーのレガシー、あんまりもう ちゃんとした酒屋さんじゃないと見たことないよね、高級なウイスキーをね、渡るさん持ってきてくれました。これはね、今度ライブ配信でいただきたいと思います。で、あとミナンシみたいに食べちゃった。え、食べちゃった。あと、ご家族でどうぞっていうね、いうのでフィナンシェみたいなやつを買ってきてくれたんですけど、なんとね、私まだ一口も食べてなかったんですけど、妻と子供たちがいただきました。美味しかったですか？めっちゃ美味しい。あれ、なんか有名なやつじゃない？あとね、おつまみ。そんな詳しくいいです。あと、このウイスキーとお供にて、夏系のおつまみを一緒に買ってきてくれました。もうね、すごくね、本当に人たちの良さを感じました。で、今日はね、結構遠いところから2時間、3時間かけて来ていただいてありがとうございます。で、実はうちに来た後、2人で美濃山町だ、2人というか、子供を連れてなんですけど、グランベリーパーク美濃山町のところまで行ってきまして、そこでザファームも行きました。ザファームも行く前に一緒になんかちょっとおしゃれなところでランチもしたんですけど、一切その写真とかね、動画とか私は撮り忘れてしまいまして、もうね、普通に楽しかったね。植物好きな人がうちに来てくれたなっていうような感じで、ずっともう話していて、後日ね、妻が言ってたんですけども、あなたたちカメラ回さないで話してるけど大丈夫だったのって言われました。っていうぐらいもう普通にトークを楽しんでおりました。はい、次はね、私からモルジンさんの山にね、行ってみたいなって今思っておりますので、いつかね、お邪魔できたらいいなと思っております。はい、ということで本日はモルジンの渡るさんがうちに来たっていうコラボ動画です。あと、コラボ動画はモルジンチャンネルの方でも同じような、まあ、ちょっとね、もうちょっと身のある動画だと思いますので、こちらもね、ぜひご覧いただければと思います。ということで本日はお越しいただきどうもありがとうございました。モリジンチャンネルのその URL 貼っとくので、そちらからみたいなのないんだ。そう、モリジンチャンネルの動画に関しては概要欄に URL を貼っておきますので、そちらをね、ご覧いただいてと思います。目が開いてない。こんな一緒にギター弾いたりとかもしてたんですよ。あ、そうなんだ。うん、普通に遊んでた。友達だね。山にお伺いしよう。はい、ということで本日はご視聴いただきありがとうございました。